百聞は一見にしかずね、聖宮列車の客人。私は泉州妖精の将軍、飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は慶元将軍から聞いてるわよね。その通り。でもこれは尋問じゃないわ。ただ二人の話を聞いて事実関係を明らかにしたいだけだから安心して。慶元将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか北条の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、ただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことはすでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。この天劇将軍って人、口がうまい。目的はわからないけど、慶元は正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいかな。じゃあ早速始めるわね。聖宮列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？もしかして彼らの中に親しい人でもいるとか？噂によれば、性格ハンターのリーダーエリオは未来の様々な可能性を予見する力を持ってるって言われてる。
エリオは泉州と列車がナヌークとの戦いに参加する未来を見た。だから私たちをここに呼んだんじゃないかな。ラフの危機を解決させて、その予見を実現させるために。報告書を見る限り、ケーゲン将軍もその言い分を信じてるみたいね。逆に聞きたいんだけど、それに対して疑問を持ったことはないの？もしかしてハンターの中にキューチがいるからかしら。天劇将軍、言葉には気をつけてくれ。わしらは七死人の話を聞きに来ただけだ。この場で同僚を疑うべきではない。それにあの性格ハンターはかつてのわしの弟子でもある。お前さんはわしの忠誠も試そうとしているのか？猿翁、私が言ってるのはまさにケーゲン将軍に向けられてる同盟内の非難のことよ。今は私が彼らの代わりに質問してるだけ。必要なら私をあの老いぼれたちだと思ってもいいわ。報告書では薬王秘伝の回収、炭素についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い剣木を再生させた。一階の端子長に過ぎない炭素がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む誤解は寺廟族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白市のある節都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。私はケーゲン将軍と一緒に元老と戦ったの。あいつは剣木の力を吸い取って頑丈な肉体を作ってた。多分最初からそれが目的だったんじゃないかな。壊滅の手先が肉体を手に入れて生き延びようとした。その視点はなかったわ。面白いじゃない。よろしい。二人の答えを聞く限り、すべての問題に説明がつくわね。私からの質問はこれで終わりよ。それで、飛翔将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七死人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でも、さっき尋ねた三つの質問は、七死人だけじゃなく、ケーゲン将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを、録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。
二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして、危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。それすなわち、責務放棄。三つ、剣木の災いの後、独断で演武天礼の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち、戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か。最初に言ったでしょ、私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間にラフは剣木の災いを乗り越えた。そう考えればエリオの予言も出任せとは言えないだろう。演武天礼については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に転機でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかき混ぜ、よどみを取り除かなければ。さすがは新作将軍、文化人ね。ほんの少しの言葉で先週熟語大全を読んだ気分になっちゃった。気に入ったわ。でも残念だけど、報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。ラフ内部からも剣木が再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。では秘書将軍はどう考えているんだ。同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機と、その背後に隠された意味は、新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり、妖精も。請求軍の石膏から、堀人がまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い、併合して、より大きな両軍を形成していってる。マングスって呼ばれる者が連中を導いてるみたい。物？送られてきた情報によると、それは、堀人じゃない。長生の主の使者を自称する女で、十二の顔、十二対の牙を持ち、猛毒のように残酷で、流砂のように変幻自在。堀人は、彼女が自分たちに再起のチャンスを与えてくれると信じてる。元老か。ええ。来たのが私でよかったわね。もし仁明将軍や重刀将軍だったら、ここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるから、あなたたちのような正々堂々とした義況を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たされてることも確かだから、同盟に申し開きができるよう一番大事な点を押さえておきたいと思ってるの。秘書将軍、どうするつもりだ。軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら、私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や疑いの声を抑えるには獣王氏の裁定が必要になるわ。それを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて、豪強台を使って詳しい証言を残すよう、
中央市の文字部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもあり、同盟内の抗議の声を封じるためでもある。俺は構わないが。私があなたたちを優秀国に閉じ込めるとでも思ってる？心配しないで、その気があったらとっくにやってるから。証言さえ得られたらいつも通りの礼遇を約束するわ。分かった、天撃将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な用があるの。中央市の印が押された証言は同盟上層部の反対の声を抑えるためのもの。そして軽減将軍には妖精の古族の声を聞いてもらいたい。天撃将軍は風霊のために来たのか？ええ、私はラフの優秀国に収容されてるホリジンの祖父風霊を妖精に移管したい。近頃のホリジンの動向は奴らが大きな計画を企てていることを証明してる。それが何であろうと一刻も早く対処しないと。風霊は古族の旧敵だからな。古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍がラフの処置を信用してくれるのならこちらも当然それに報いるべきだ。炎王はどう考える？激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ早速始めましょう。あなたは性格ハンターの予言を信じてるの？先週の休館の陣だって未来を占えるじゃん。あんたはそれが予測した未来を信じてるの？なるほどね。言葉は真実を包み隠せるけど、あなたが話す時の目、呼吸のリズム、そして匂いが代わりに本当のことを教えてくれるの。他人の発言より私は自分の直感を信じてるのよ。争いを和睦に変えるのはいいことだ。すまないな。優秀国での証言の記録にはそれほど時間はかからないと思うが、これから使者を呼んで二人を獣王子文字部の判官のところまで案内させよう。そこで証言を残せば帰れるから、何も心配することはない。わかった、将軍の言う通りにしよう。
軽減将軍の要請により出迎えに来ました。文書は用意してあります。文字部の判官にもお二人の来意を伝えていますよ。優秀国、何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになるとは思わなかった。タンコ、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。厳密に言えば、優秀国は複数の動点の中にあるんです。古海はそれらが重なっている場所の一つでしかありません。ではどうぞお入りください。何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下に隠されているなんて。空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで判官たちに何か企んでいると思われたら数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。はじめまして、私は節意と言います。獣王氏サジブの命を受けここでお二人を待っていました。昇級モゼ、天劇将軍秘書より堀の重罪に風霊を妖精へ応送するよう命を受けてまいりました。今回は風霊の収容状況を見て
王装の下準備をすることが目的です。ハンガンさんもすでに知らせを受けているでしょう。はい、面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。罪人風霊、北条の忌み者、堀人の戦手、祖父、古族の大敵、その者は2123回に及ぶ侵略戦争およびそれに付随する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、幽州国の底へ投獄した後、天地が滅ぶまで無限賢治の刑に処するものとする。ハンガンさん、判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら古族の旧敵、妖精の人は彼の悪名を叱り文句に子供をしつけるので、その行いも全て知っていますから、早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、全ての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。幽州獄の底に閉じ込められているのがどのような忌み者なのか知っているのは獣王氏の判官だけです。ラフの先代剣手慶竜が風霊を捕らえてから早数百、幽州獄は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも奴は生きています。これは記録にある堀人の生理機能と一致しません。刑事部が作った無限賢治は罪を重ねた忌み者に苦痛を与えるための刑具です。ほとんどの堀人は賢治刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながら生きながらえているのです。この凶悪な獣の異常性こそが規則を必要とする理由です。ここまで言えば理解できるでしょう。僕が僭越でした。続けてください。風霊との面会における禁止事項をまとめたものをあなたたちに渡しておきます。しっかり目を通してください。それと次の階層に行く前に必ずこの丹薬を服用するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊は堀人ですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族は堀人に奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。ハンガンさんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。
やっぱり君は話のわかる人ですね。薬は飲みましたので行きましょうか。ハンガンさん、どうしました？いえ、何でもありません。多分僕の勘違いです。行きましょう。着きました。ハンガンはまだ来ていないようなので少々お待ちください。ハンガンはまだ来ていないようなので少々お待ちください。ここは相変わらず寒いな。すまない、少し嫌なことを思い出してしまって。ありがとう。だが俺のせいでお前たちを泉州の事件に巻き込んでしまった。お前は優秀国の景色を目にするべきではなかったのに。本当にすまない。機会があればもっと別の方法でラフの景色を見せたかったんだがな。泉州の他の場所では六音の方が権威がある。だが優秀国では十王子の半眼が至高の存在なんだ。半眼は審判の時に豪兄弟のような複雑な尋問システムを使う。それは問答するたびにレンズのように被審人の体の変化と信号を捉え、読み解き記録を残す。それをもとに下される判決は泉州の他の管理者を納得させるには十分だ。少なくともおいそれと結果が覆されることはない。これも飛翔将軍が俺たちにここに来てほしかった理由だろう。ああ、だが勝手に走り回らないようにしろ。場所が場所だからな。お待たせ、列車からの客人。私は文字部の半眼、関羽。また会ったね。この間の水苑での妖魔退治について改めてお礼を言わせて、力を貸してくれてありがとう。どうやら俺と美月の知らないうちに泉州で新しい友人ができたようだな。あなたとは確かに縁があるけど、獣王の御前で私情を挟むことは許されない。六次長で証言を残す時も
その後諸々の手続きをする時も勝手な行動は控えて、必ず私の指示に従うように。ここは妖の世界に住む人が長居する場所じゃない。二人とも私についてきて。ああ、では案内を頼む。私が機関を起動させるから足元に気をつけて進んで。ここからは足場に注意して。優秀国の内部は地形が険しくて、少しでも油断すると深いところに落ちちゃうの。運が悪いと救助が到着する前に氷漬けになったり黒焦げになったりするからね。まあ二人の腕前ならそんな心配はいらないと思うけど。また面白いこと言って、優秀国の地形はいくつもの層が重なり合っていてとても複雑なの。その上寿命族の匠に頼んで同点の術を極限まで施してるから、あなたたちが今目にしてるのは優秀国のほんの一部に過ぎないんだ。おそらくな。外見だけを見ても優秀国の建物には寿命の様式が多く使われている。遠い昔、寿命族がここの建造に携わったのだろう。だから一体ここは何層あるのかって聞かれても、半眼である私も知らないの。でも半眼の間で流れてる噂なら知ってる。ある短命種の罪人が脱獄しようとしたんだけど、足を滑らせて下に落っこちちゃったんだって。そして半眼たちがその罪人を見つけた時、彼はすでに老人になっていたらしいの。一生が過ぎるほどの時間ずっと落下していたのか、それとも長命種の罪人に生気を吸われて老けてしまったのか、今となってはわからない。とにかくあなたたちは軽々しく深さを確かめようとしないでね。じゃあこっちに来て。もうすぐ妖の世界で演武天霊が開かれるんだって。子供の頃
お姉ちゃんと一緒に演武伝令の剣道試合を見たことがあるんだけど、ラフの森人の運気軍の剣士は凛々しくて、その健康は稲妻みたいだった。異邦から来た挑戦者は炎のような髪で、片腕は鋼鉄でできてて、拳を振るうたびに轟音が響いてたっけ。その試合はなかなか勝負がつかなくて、二人は長い間戦ってたんだ。それからあっという間に時間が過ぎて、今では私もお姉ちゃんも冥界に身を寄せてる。もう試合に興奮することもないだろうな。今回の演武典礼を見るために聖茶会に来てる人たちは多い。そっか、いいな。でも私は仕事が忙しくて試合を見に行けない。今の私の格好じゃ行っても周りの人を驚かせちゃうしね。行こう。ここは極地道展、北郷法の霊気を取り込んでるの。生命力が強い超名手でもこの寒さには耐えられない。この品で最後だね。えっ、やっ、このコンテナ見覚えがあるな。何日か前、カンパニーの輸送船がホリジンに襲撃されたとかで、メーサが召集されたの。それから大量の忌み物がここに収監されたんだ。演武典礼が開催されるから、よからぬことを企む連中が出てくるのはしょうがないと思う。でも貨物と強盗が一緒に投獄されるのは初めて見た。それなら私も聞いてる。博識学会の人が何か危険なものを作り出したって。因果伝の書類には彼らに関する記録がたくさん残されてるの。気候技術の限界を突破するためによく近畿の研究に手を出してるみたい。コンテナの中のロボット、外見がホリジンに似てるんだけど、彼らはこれを使って何をしようとしてたんだろう。とにかく私たちは先を急ごう。おかしい。収容物の二次検査はしてないはずなのに。緊急事態！
身も解きがたい予言ね。おかしい、警備員が応答しない。降臨せよ、最悪の力。記憶は移ろいゆく音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。スタンバイ。ドリームカムトゥルー。難しい感覚だ。何とかするしかないようだな。今回は私から何を強調よ。再び アドリブで。ほら、塩分補給。接触だ。面倒。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい。接触だ。面倒をかけたな。イッツショータイム。コラボスタート。出発の時間だ。ライダーの手回り、引導を渡す。償ってもらおう。記憶の移ろう音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。定められた奇跡は権限し、ちゃんと受け取ってね。テンポが乱れた。ドリームカムトゥルー。ダメージ表情。ここに来たのはあなた、それとも運命の意志か。どこへ行く。ダメージ評価。降臨せよ、最悪の力。涙雨。降りて溢れる渡り川。ダメージ検知。イッツショータイム。コラボスタート。リラックスして深呼吸。運命の導きに感謝を。出発の時間だ。メーサは規定通りに動力を切ってコンテナに封印を施したはずなのに、どうして動けたんだろう。構造士の時と同じだな。貨物が暴走して手当たり次第に人を攻撃する。探偵士の人間がロボットを調べたところ、中に尋常ならざる構造が隠されていることが分かったんだ。
こんな危険なものが優秀国に現れた理由は一つしか考えられない。囚人の脱獄を補助するため。この貨物を送ってきた人物は先週の厳しい審査プロセスによってその危険性が天白市と運気軍に知れ渡ることを望んだのだろう。そうすれば確実に優秀国に送り込まれるからな。誰も気づかないうちにこれが行動を始めていたらどんな危険な状況になってたか。それだけじゃない。あなたたち以外に妖精の使者たちも優秀国の深部に入ってるの。彼らの面会相手が狼型ロボットを送り込んだ者たちの目標かもしれない。最深部に投獄されてる悪獣を逃がしたりなんかしたらラフが危ない。来ました。ハンガンさん、もう着いたのですか。檻が見当たりませんが。重悪の限りを尽くした滞在人は皆遊獄の底にある独立した洞天に収容されています。勅令がない限り開けることはできません。成長が道を開き、名刀が道を照らす。ここの石灯籠を灯せば遊獄の底に通じる道が現れます。転倒するために必要な図は渡しました。確認してください。頭を使えば手間も省けるという。二人とも道は開きました。
遊獄の底にたどり着いたら軽率な行動は控えるようお願いします。この門の向こうにある洞天に古族の宮敵風霊が収容されています。慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを訪れ風霊の状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により風霊は無限剣樹の刑に処され日々苦痛を与えられていますが、私はよく知っています。妖精の施設たちが真に望んでいるのは風霊の死だということを。残念ながらこの700年間彼らはいつも失望して帰っていきました。あれは殺せない悪獣なのです。もし世界最悪の毒が薬の元となり婿の命を一つでも救うことができたなら、奴が犯した罪も少しは償えるでしょう。将軍の治療薬となり得るのはお前か、フレイ。妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。しかし私たちは違う。何者？私はモード、最近領軍のしがない作文官。ブベン、低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと礼を言うぞ、ハン。あとのことは私たちに任せればいい。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも、忌み物どもを近づけさせないでください。意味物が多すぎる。優秀国に入れば使える兵はそこら中にある。協調再び後手に回るのも時には奇策となり得ます。音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。火力が足りませんね。難しい感覚だ。よし、機を見計らって。ごめん、ちょっと失礼。ここに来たのはあなた、どこへ行く？運命は千ちゃんと受け取ってね。隙を見て動くより。早めに降伏した方がいい。まあ生かしておくつもりはない。少なくとも無駄な苦痛は省ける。降臨、最悪の力。後手に回るのも時には奇策となり得ます。喝を入れましょう。
お褒めに預かり光栄です。せっかく来たのですから、ぜひ召し上がってください。涙飴。降りて溢れる渡り川。出発の時間だ。よまいごとは死になさい。モセ、気に入ってここを離れてください。まだその時じゃない。協調再び。記憶に移ろいゆく音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。隙を見て動くよりじっとしていた方がいい。発覚を足しましょう。遠くに行くためならどんな手段でも全部使ってやる。えい、化粧だ。面倒だ。またか。目標出現。最終の準備を。ほら、塩分補給。運命の導きに感謝。ナイラを渡り回る。引導を渡す。ああ、後手に回るのも時には貴様。お褒めに預かり光栄です。せっかく来たのですから、ぜひ召し上がってください。装甲がそこに来ます。涙飴。降りて溢れる渡り川。装甲破損。その瞬間、浅津へと消え失せる。定められた奇跡に降臨せよ。最悪の力。火力が足りませんね。観測の記録を開始する。ギャー、ここに来たのはあなた。ダメージ評価。強調よ、再び。記憶に移ろいゆく泡。音のない身の底で終わりなき深淵を迎えなさい。悲しいことだ。
ついにこの時が、聖主お迎えに上がりました。偉大なる風霊火眼、古族の大敵、主上の狩人よ。我が名はモード。再建領軍もしがない作文官にして、あなた様の血筋から生まれた取るに足らない子孫の一人かもしれません。あなた様が最後に一族を率い政界の狩場をかけた日から少なくとも700年が経過しました。しかし昔と変わらぬ聡明なご様子が伺えて、私はこの上ない喜びを感じております。700年が過ぎたのか。ドゥーランの子はなぜ貴様のような姿になったのだ。答えろモード。なぜ貴様は我らの下賤な奴隷であり仇である古族の姿をしている。私はあなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。これはセンチェア。そのため私は麻薬を飲み、卑しい家畜の皮をかぶり、奴らに変装しなければならなかったのです。脱出の計画があるということだな。ではこの果てしなく巨大な船からどうやって離れる。私と仲間たちで監獄の門を封じ、監視を中に閉じ込め窒息させます。そうすれば一息つく時間ができるでしょう。私のように変装した仲間が脱出用の船を用意いたします。計画の通りに行けば私たちに与えられた猶予は4時間。本来なら明日決行するつもりだったのですが、あなた様を泉州妖精に移そうとする動きがありましたので、この機を逃すまいと今日行動を起こすことにしたのです。バカが、軽率なことを。たとえ船があろうと、俺たちが脱出できる確率は古族が俺の爪から逃れる可能性よりはるかに低い。あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の使者が言っておりました。かの者の帰還だけが長きにわたる堀人の分裂を終わらせることができると。この作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております。必ずやあなた様を脱出させてみせましょう。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かしいほどの勇敢さを見せるとはな。はは、では参りましょう。離れる前に貴様らが口にした麻薬を俺にもよこせ。な、まさか卑しい家畜の皮をかぶるおつもりですか。それはあなた様のご尊名を傷つけることに。アホ、いくら偉大であろうと自由でなければ意味はない。ここを離れた後、疑われない風貌が必要だ。御意のままに。あの古族の奴隷は俺に捧げる食料か。いえ、こいつは泉州妖精の施設です。
まだ人質としての価値がありますので、今しばらく我慢していただければと。さあこいつを連れて出発するぞ。様、現在各区域の部分が体制の立て直しを図っています。気候の敵があちこちを襲撃して多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも外部に救援を求めようとしたのですが、全ての通信が遮断されているようで。今は軽率な行動は控えて、先に単独で動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令によりこれより脱獄者及び協力者の処理を開始する。15分前南国臨場が起動しました。おそらく摂理様と妖精の施設が遊牧の底に入ったのでしょう。彼らと連絡が取れないことから考えても、賊の目的はその場所にあるに違いありません。あの悪獣を逃がすわけにはいかない。戦闘可能な監視の人数を確認しました。直ちに各層へ向かい捜索に当たります。行きなさい。襲撃者がここまで大胆な行動を取るとは、きっと長い間計画を練っていたんだろう。うん、そうだと思う。でもホリジンは暴力による殺傷を好むから、今回の周到な計画は奴らの発案だとは思えない。うん、今は緊急事態、細かいことは振り返りの時に考えよう。二人とも私に力を貸して。カンガ、遊牧の底までの最短ルートを教えてくれ。事態は一刻を争う。このままでは優秀国全体が俺たちの敵になってしまうかもしれない。僕の手を使うしかないか。私についてきて。監獄内の囚人は妙なまね。獣王の勅令により接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。はっ。あ、うん。